こんにちは、高橋カエラです。初のペン表紙撮影ということで、はい、ありがとうございます。今日私珍しく緊張してて、朝もうーって感じだったんですけど、今は絶好調なので頑張っていきたいと思います。そう、ドッキリで知らされて、なんかボードの裏に書いてあって、えっと思ったんですけど、今100室の取材が終わりました。これから100室の撮影なんですけど、最高のページにできるように、あとみんなにもっと知ってもらえるように頑張ります。イエイ。はい、OK です。大丈夫そうですか？はい。そしたらなんか撮影日記用にニコラボードとか。期待に応えられるように、自分でも納得いくピン星になるように頑張ります。いやー、嬉しい。ありがとうございます。なんか一気にうるってきちゃって、まあ、泣かなかったんですけどそう、嬉しくて、一番にお母さんに電話して、お母さんもすごい喜んでくれたので、それで私も嬉しくなって、朝とか夜走ったり、足パカ運動したり、マッサージしたり、あとキュウリとトマトをいっぱい食べました。キュウリはなんかむくみによくて、トマトは美白にいいから、どっちもやっちゃおうということで、どっちも食べてましたせっかくチャンスをいただいてピン表紙をつかめたので、自分が納得いくような表紙にするのももちろんなんですけど、みんなが手に取ってくれるような表紙になるように頑張っていきたいと思います。
こう。ポージングとかもめちゃめちゃ好評だったので嬉しいです。PR できたのもファンの子のおかげ、すごいありがたいことを伝えたいし、次の目標もどんどん叶えていけるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。